青春の門、金八先生、鳥の歌、など映画、ドラマ、舞台と活躍している女優、杉田かおるさん。現在は農業や YouTube に取り組むなど幅広い分野で活動されています。子役時代、現在までの経歴や、結婚、離婚、再婚や夫、旦那について、妹、母や農業など、気になったので調べてみました。杉田かおるさんのプロフィール。名前、杉田かおる、杉田かおる。本名、橋本かおる、橋本かおる。結婚前本名、結婚後本名は非公表。出身地、東京都新宿区。生年月日、1964年11月27日。年齢、56歳、執筆時。身長、157センチメートル。血液型、B 型。学歴、明星学園高等学校中退、日本放送協会学園高等学校、NHK 学園高等学校、卒業。職業、女優、歌手。所属、オフィス PSC。趣味、特技、自然農古来種作物の研究、酵素栄養学など健康全般、日本健康マスター認定講師合格。経歴、杉田かおるさんは、東京、新宿に生まれ、2歳の頃に母親の実家がある福岡へ転居します。5歳の時に再び東京、杉並へ移住します。テレビが大好きなテレビっ子で、初めて発した言葉は、アニメ、お化けの Q 太郎の Q ちゃんだったと言います。やや引っ込み思案な子供だったことから、対人関係の改善も考えて西荻窪の劇団、劇団若草に入団し、ピアノや歌、踊りなどを習います。子役時代、1972年に舞台、春の坂道で子役としてデビュー。7歳の時、初めてテレビドラマでセリフのある役をもらった、パパと呼ばないで、で、チーボー、役を演じて、天才子役、と歌われます。パパと呼ばないでは、1972年10月から1973年9月まで、日本テレビ系で放送された、全40話のホームドラマです。独身の主人公が、亡くなった姉の子、チーボーを引き取り、米屋の2階に下宿を始めます。子供の扱いがわからず戸惑う主人公ですが、次第に心が通い、チーボーがかけがえのない存在になっていく、というストーリーです。1975年には、ウルトラマンレオ。第4クールに、三山あゆみ役で出演。第31話にも別役でゲスト出演を果たします。13歳にして個人事務所を設立し、アイドルとして売り出すもののわずか1年で事務所が解散。借金300万円を背負います。借金を返済するために新しい事務所に入って借金を立て替えてもらい、女優業を再開。1979年から1980年には、3年 B 組金八先生第1シリーズに妊娠、出産する中学生を演じて話題となります。1980年、西田敏行さん主演のドラマ、池中玄太80キロに出演し、ドラマの大ヒットとともに話題を集めました。挿入歌として歌った、鳥の歌をリリースしたところ、こちらもヒット。1981年、映画、青春の門でスクリーンデビュー。1995年、当時普及し始めていたインターネットに目をつけ、芸能界でも早い段階で自身のホームページを開設。対談などで知り合った人たちにも解説を進めていたそうです。1998年、篠山紀信撮影による自身初のヘアヌード写真集、女優ごっこを出版。17歳の時に撮影したヌード写真と34歳を迎えるにあたって撮り下ろしたヘアヌード写真で話題を呼びました。2000年頃からは、それまでほとんど出演しなかったバラエティ番組に進出、笑いの時間などに出演し、毒舌キャラで人気となりブレイク。出演番組も激増します。2004年7月14日、かつてヒットした鳥の歌を再リリース。オリコンチャート、週刊では初登場40位でした。
ジャケットは、自身のマネージャーを務める実舞がデザインしています。2004年8月、日本テレビ24時間テレビで、24時間チャリティマラソンに挑戦。100km を見事完走しました。2005年頃から再び女優として活動を始めます。2010年12月、12年ぶりにヘアヌード写真集を発売することが明らかとなります。2011年の東日本大震災後は、自然農法で知り合った知人の紹介もあって、6月頃から生活の拠点を一時的に福岡に移して、東京へは仕事の旅に通う暮らしをします。2011年8月、佐賀県武雄市市政アドバイザー、食育アドバイザーに就任します。2016年3月、武雄市の観光大使に任命されます。結婚、離婚、夫。2005年1月11日、日産コンツェルン創始者、鮎川義介の孫である鮎川淳太、テクノベンチャー会長兼社長、と結婚します。ワイドショーではセレブ婚と騒ぎ立てられましたが、結婚生活は順調にはいかず、同年6月30日に夫が離婚を決意したと報じられます。結婚から7ヶ月後の2005年8月11日に離婚。再婚、2013年12月26日、建築関係の博士号を持つ会社員で6歳年下の一般男性と、半年の交際期間を経て再婚したと公表。杉田かおるさんは、2016年放送の僕らの時代に出演した際、相手の男性とは元彼の紹介で知り合ったと話しています。杉田さんの元彼から、突然、後輩でとても素敵な男性が40代でいるのだが、会ってみないかと言われ、会ってみたらとっても素敵だったと、第一印象は良かったと言います。紹介された男性とはその後何もありませんでしたが、2013年に再会した時に、相手の男性が杉田さんが書いた本、自叙伝を読んできていて、杉田さんの畑を見たいと言われたのだそうです。神奈川県に住んでの農作業をやりながら暮らしている杉田さんの人柄を男性は見直し、農作業も手伝うようになったそうです。杉田かおるさんも、優しくていい方だなぁ、と惹かれていき、やがて再婚を決めたと言います。すごく頭が良くて、変態、年下でイケメンで理想なの私の、器が大きくて、と、ラブラブな生活ぶりを話しています。次ページ、杉田かおるさんの農業について&母親についても。農業、40代に入り、体型や体調が気になるようになり、45歳までに痩せて、美しいアラフィフになろう、と決意。テレビの企画でダイエットに取り組み、オーガニック野菜の食事に変えたことがきっかけで、酵素栄養学や有機農業を学ぶようになり、自然農法に興味を抱くようになります。ダイエットの結果、2009年1月から3月までの70日間で、から10kg の毒出しダイエットに成功します。このダイエットの効果で体調も改善し、糖尿病予備軍からも脱出。冷え性や頭痛にも悩んでいたが解消し、性格も穏やかになったそうです。2011年3月の東日本大震災後、高齢の母のふるさと、福岡に拠点を移して、福岡で無農薬農業に取り組むことになります。2013年の再婚後は、女優、タレント業をセーブして、療養中の実母と夫と3人で神奈川、湘南に住み、畑で農作物を育てながら生活を送ります。母、杉田かおるさんは、2018年1月6日、介護していた母が永眠します。杉田さんの母親はずっと慢性閉塞性肺疾患、COPD、を患っていたそうです。約4年半にわたり在宅介護をして、2018年にその母を看取りました。その間は芸能活動は10分の1くらいまで減らしていたそうです。芸能活動を続けるために入れる施設を探しましたが、呼吸機能障害が重度だったため、重篤な患者が入れる施設が見つかりませんでした。
病院への入院は、食べるのが楽しみな母親には無理だと思い、重度の COPD の母親を、この先静かに見とれる場所はどこかと考えたとき、自宅しかない、他に選択肢がない、ということで在宅介護を選択したそうです。介護を始めた年に杉田さんが再婚し、母と夫と3人で一緒に住んでいたそうです。杉田さんは、母が倒れてから健康に関心を高め、日本健康マスター検定を受けます。現在は健康マスター名誉リーダーを務め、2019年3月にはエキスパートコースにも合格します。次ページ、杉田かおるさんの妹さんについて&現在の活動についても。妹、杉田かおるさんは、具志堅妹、と自らが語るように、長らくマネージャーを務めていた実妹とは、非常に深い信頼関係で結ばれているそうです。対談で天然ボケに悩む西村智美さんに、一般人のお姉様がいらっしゃるんだから甘え上手でいなさい、と的確な助言もしていたそうです。妹さんは直子さんという方で、2013年に直子さんが女の子を出産したことをインタビューで話しています。それまでは妹の直子さんが、杉田かおるさんが所属する個人事務所の社長を務めていましたが、出産後の直子さんに仕事のマネジメントを続けてもらうのは難しいと判断し、杉田かおるさんは所属事務所を移籍しています。妹さんを大切にされているんだなと感じるエピソードです。現在、杉田かおるさんは、2020年は、家政婦の三田園、や、七人の秘書、科捜研の女シーズン20、など、多くのドラマに出演しています。2020年1月からは、自身の YouTube チャンネルも開設して、オーガニックなど健康に関する情報発信をしています。子役時代から現在まで、女優や歌手、タレントなど、それぞれの分野で成功を収めてきた杉田かおるさん、近年は自然農法に取り組むなど、ますます目が離せない存在となっています。女優や YouTube など、これからの活躍が楽しみです。以上、杉田かおるさんについて、でした。